はいどうも竹の子塾の大久保です今回は中学理科のコツチということで2年生で学習する炭酸水素ナトリウムの分解の化学反応式の作り方こちらをやっていきたいと思います。まずはじめに化学反応式をね、えー、やっていく前に2つね押さえておかないといけないところがあるのでそれをね順番に見ていきます。まず一つ目はね炭酸水素ナトリウムをね、えー、分解した時にできる物質ですねそちらをね確認しておきます。 で炭酸水素ナトリウムを加熱すると、まあ、3つの物質がね出てきますよとでそれぞれ何かというとまず気体、ね、これ気体何ができるかというとこれは二酸化炭素ができます。でこの二酸化炭素がねできているかどうかっていうのはこの石灰水ですね石灰水に通してね白く濁るかどうかで確かめることができました。 で次はですね液体ができます液体は何かというと液体は水ができますね。でこのね水がどうかをね確認するのはこの塩化コバルト紙塩化コバルト紙が青から赤にね変化したらあ水ができているんだなというのを確かめることができる。でさらにこれはね固体の炭酸ナトリウム。 ができますと。で、このね炭酸ナトリウムを調べるにはね、まあ、水にどう溶けるかそしてフェノールフタリン溶液ね、えー、アルカリ性かどうかを調べるフェノールフタリン液ねこれで確かめたところこのね炭酸水素ナトリウムと、まあ、別の物質ができてるよと、まあ、それが炭酸ナトリウムなんですけどができてるよっていうのをね、えー、確かめることができるということで炭酸水素ナトリウムを加熱すると まあ、気体の二酸化炭素液体の水そして固体の炭酸ナトリウムね、えー、この3つの物質に分解されますよというのがね、えー、抑えておかないといけない1つ目のポイントですと。で続いて2つ目はですね化学反応式をね、えー、書きたい場合この炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムですねこの化学式をきちんとね書けないと化学反応式を書くことができませんということで。 炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムね化学式を見ていくと炭酸水素ナトリウムは NAHCO3 こういう化学式になります。で炭酸ナトリウムは NA2CO3 になりますで。この2つですねちょっとまあなかなか覚えるのが難しいので。 パターン、ね、語呂合わせをちょっと紹介したいと思います。はい、覚え方の、ねえー、語呂合わせ一つ目、こちら、ね、書いてあるこの2つになります。えー、この炭酸水素ナトリウムが、ね、NaHCO3、これを覚える語呂合わせが、炭素ないなら引っ越さん、炭、ね、素ないなら引っ越さん、炭、ま、素、あ、がない、ね、引っ越すときに炭、ね、素がないなら、ね、引っ越しはしないよって言ってるところをイメージしてもらうといいかなと。炭素ないが炭酸水素ナトリウムで炭素ない。ね 奈良のナがナトリウムのナこの NA ですねひっ子さんのひがこの H ですね H のひでコ、えー、が CO でこね三がこの CO3 の3で三という感じで覚えてもらうといいかなとでもう一つが炭酸ナトリウム NA2CO3 ですね NA2CO3 これを覚えるのが、えー、炭酸ない夏酵酸炭酸ない夏酵酸ねえ、まあ、炭酸 ジュースとかがね、なくて、もう夏暑くて抗酸しちゃうよっていう感じですね。炭酸内が炭酸ナトリウムで炭酸内。この夏抗酸。夏が NA2 で夏ですね。で、高がこの CO で酵。酸がこの CO3 の3の酸。っていうのでね、一つ語呂合わせで紹介しましたと。はい。で、もう一つのね、語呂合わせが、この女の人の名前ですね。 この炭酸水素ナトリウム NAHCO3 がナホ,ナホコさん。で、炭酸ナトリウム NA2CO3 がナツコさんですね。えー、っていう、ちょっとね、これ、あの、有名な語呂合わせがありますよと。で、この NAHCO3 が、まあ、NA がこのナですね。で、この NAH の H がホですね。で、この CO でコ。 でこのね、3のところが3、ねえー、ナホコさん、炭酸水素ナトリウムがナホコさんで、ナツコさんは、ナはこの NA でナですね、つがこの2を2と読むので、ナツ、ね、コはまたこの CO でコ、CO3 の3で数字の3ということでね、NAHCO3 がナホコさん、NA2CO3 がナツコさんと。 いうね、まあ女の人の名前で覚えるっていうねこれはあの昔からある定番の語呂合わせなんですけどありますのでまあね、えー、もし利用できるようだったらねどちらか活用して覚えてもらうといいかなと思います、はい、ではですね実際にこの炭酸水素ナトリウムの分解の化学反応式を作りますとでまずですね、えー、物質名で式を作っていきましょうと。 最初にねここでやったみたいに炭酸ナトリウム二酸化炭素を水にね分解されていくので物質名で書くと炭酸水素ナトリウムは炭酸ナトリウムそして二酸化炭素そして水とねこの3つにまずね 物質名で書くと分解されますよと。で続いて、ね、えー、じゃあこの物質名で今書いた式をね、化学式でね表し,直しましょうということなので、えー、炭酸水素ナトリウムは先ほどここでやった NaHCO3 ということなので、NaHCO3 ねで、これが矢印でどうなるかとね、炭酸ナトリウム、これは化学式で。 Na2CO3 でしたと。えー、Na2CO3。で、これプラス、ねえー、二酸化炭素。二酸化炭素の化学式は CO2 でしたよね。CO2。で、プラス。で、水の化学式は H2O。というふうになりますとね。で、 最後にですね、これでまだ終わりじゃなくて、ここが一番難しいんですけど、左辺と右辺ですね、この矢印の左側と矢印の右側の原子の種類と数がね、等しくなる、同じになるように、化学式の係数を調整します。化、まあ、学式ってこれですよね。この前にね、2とか3とか数字をつけて、この左側と右側の原子の種類とね、数がね、同じになるように、最後にね、ちゃんと辻つま合わせをしないといけませんよということで、まあ、これ実際にね、じゃあ、 左と右ね、今どういう状態になっているかをね、見ていくと、まず左辺ですね、左の方は、えー、ナトリウム原子ね、NA が1個あるから、まあ、NA1 個なんで、とりあえず NA を1個書いておきますよと。そして、水素原子ね、H も1個ですよと。で、えー、C も1個ですよと。 で O3 ってことは O がこれ3つあるってことなんで O が1個2個3個とねこういう状態になってますとじゃあ一方のですねこの右辺の方ですね右辺の方にはそれぞれねどういう原子がどれだけあるかっていうのをねまた同じように数え上げていきますとでそうするとはいまず NA2 とね ありますよってことなんでこれはナトリウム原子が2個あるよっていうことでまあ他にねナトリウム原子ないのでまずねここの炭酸ナトリウムの中に NA がね2個ありますよっていうことなんでまあ NA が1個2個とねまあこの時点ですでにねえ左と右の数が合ってませんよね。で続いてえじゃ水素原子見るとここにね水に H2 だから水素原子が2個含まれているので水素原子も2個ねこれも数が合ってないですよねで続いてじゃあ炭素原子見るとまずこのね炭酸ナトリウムに1個 C がありますとでまだないか見ていくと二酸化炭素にも CO2 の C がもう1個あるので1個2個ということで炭素原子もねこっち2個ありますと左側はね1個しかないからこっちも数が合ってないですと で最後をね酸素原子に見るとまず Na2CO3 だからこの炭酸ナトリウムに O が3個含まれているので O が1個2個3個でさらに CO2 の国は O2 だから O がね2個あるよってことだからここにも O が2個あるのでさらに、 2個でえー、もうないかなと思ってみたらまだこの、ね、H2O にも、ね、O がもう1個あるので。い o、とい、ね、うことなんで左には、ね、酸素原子3つでこっちはですね、えー、と酸素原子がですね6つあるのでこれもちょっとね数が合ってないよという状態ですよね。じゃあ左と右の、ね、数を合わせるために どういうふうにしないといけないかというと、左の方がね数が少ないので、まずこのね NA に注目するとこっちね、NA が2個あるから、こっちもね、NA が2個欲しいですよということで、どうすればいいかというと、ここの化学式のね前に、係数ね2をつけてあげましょうと。そうしてあげると、これね、NAHCO3 が2個ありますよっていうことになりますと。 2個ねこの NaHCO3 が2個あるので、じゃあこのね、2をつけたことによって、この左側のね、えー、原子の数がどうなっていくかね、NHCO3 が2個になったから、まず Na がね2個、1個だったのがね、2個ありますよとねで、この H もね、この NHCO3 が2個になってるから、H も2個になりましたと。で、C、炭素原子もね、これね、 えー、NHCO3 が2個になってるから炭素原子も当然2個になって最後ねこの O ね酸素原子も CO3 でねこの NHCO3 が2個あるからねこの O3O が3つがもう1個できてるから O が3つまた増えましたよとねでそうするとねここに今 NHCO3 をね 係数2をつけたことで2個にしたことによって今左辺と右辺ですね NA が2個こっちも NA が2個 H が2個 H が2個,が2個 C が2個右側も C が2個左側 O が1 2 3 4 5 6, 6個ね右側にも123456で原子のね種類と数が一緒になりましたということでこれがね答えになります。炭酸水素ののトリウムの分解の化学反応式は、2NAHCO3 矢印、 Na2CO3+CO2+H2O ね、えー、これが化学反応式ですね炭酸水素ナトリウムの分解の化学反応式になりますとはい、えー、今回は以上になります最後までご覧いただきありがとうございました